腹減った。炎の料理対決開幕します。久々の、はい、来ましたね、はい、この前にちょっとルール決め動画、はい、出しているんで、はい、ルールはそちらを参照の後、はい、こちらを見ていただくとより分かりやすいと思います。お願いします。今回の料理は、はい、味噌料理。今回は味噌減らし対決となっていますので、うん、はい、味だけではなく、はい、どれだけ味噌を減らせたか、減らせるか、それも重要になってきます、はい、審査役は上杉くんにお願いしてます。初めてか声でいいね。ああ、僕林間学校とかでなんかカメラマンさんとか来てたじゃないですか、ビデオにする、はいはい、あれもこんな感じでしたけど、そういうワンパクなやつ、はい、じゃあ、とりあえず意気込みを右の人から、僕から、はい、まあね、久々の対決ということで、まあその間、かなり僕も料理、腕、レベルアップしておりますので、まあ今回もひねり潰そうかなと思っております。お願いします。まあ、自分はちょっとビビっていましたというか、その大島さんの料理の株が上がってることに、あ、なんでちょっと普通の対決じゃ勝てないと思いまして、今回は味噌を減らすという念願の味噌を減らしにちょっと巻き込もうと思って、はい、まあ、味だけじゃないというところもね、すごいレシピも用意したね。確かに気合い入ってるよ、福坂頑張ります、はい、今回は買い物もあります。そう、お互い買うものを今紙に書いていると、はい、大島さんから、はい、僕の方は具材がですね、豚か鶏のひき肉、はい、で白菜、はい、牛乳、はい、玉ねぎ、はい、椎茸、はい、で安かったらチーズとブロッコリー買います。あー、分かったもん、はい、全然聞いてなかった今自分はもう予想できるから、やっぱ鮭、はい、と玉ねぎ、はい、キャベツ、はい、赤ピーマン、はい、もやし、はい、でこれをどうしようかな、舞茸で、ね、おお、意外と予想できない。お互い結構野菜がいっぱい入ってますけど、はい、どんなカレーになるんでしょうか。カレーじゃないよ、はい、聞いてた。ああ、すみません、味噌ね、カレー味噌。いやいやいや、いやカレーって一文字も出てないから今のところ。カレー味噌とかないし、聞いてなかったからカレーが入ってたのか、はい、じゃあ買い物行きますか。はい、はい、はい、じゃあすみません、2人でジャンプやべ、撮ってなかった、笑いすぎて。じゃあもう一回いいですか。ほんまにちょっと痛そうじゃん。本気で痛かった今ちょっと頭揺れてるんですよ。もう一回はないよ。慎重に選んでますね。いやちょっとさ、俺白菜って言ったんだけど、いやちょっとキャベツにするわ。白菜やな、いい、築地の人じゃん味方。うわすごっ、重さいらんよお前。福田さん、はい、早速大島さんがなんか食材変更してましたけど、いいですか。食材がなかったから、あれ半分、あれ違う、あれ4分の1だ、4分の1だ、4分の1だ、いやそういうことでもあるはあるから、ね、厳しい。いや違う、俺が作る料理はできないじゃん、4分の1だから。やむなし、やむなしよ。順調ですね、順調に選んでる。出た。大島さん、はい、先行後攻決めますか。じゃあ麺粉とかあります。ね、なんじゃんけんでいいや。最初はグじゃんけん、ほい、後攻で、後攻で了解です。じゃあそんな感じで、あなたがいやいや、後攻でしょ、はい、先行やん、2人しかいないんだから。あ、そういうことか。なんでわからないはい、ということでじゃあ早速作っていきたいと思います、はい、ベターな料理作りたいと思います。じゃあまずは玉ねぎを、もういつも玉ねぎ刻んでるな。おお、この傾斜になってるのがいいよね。傾斜になってるからか、教えといてくれ。まあ、みじんで、みじん切りでいきます。皮をむいてね。もう少しは包丁を置かしてほしい。普段全然休みないよ今日は。
抹茶アカデミーだから包丁握らなくていいと思ってた。はい、休ませてよ。いつもさ、お前は笑えよお前のためにやってんの。ああ、そうなんですか。飽きてんの。飽きんなよ、お前は。このくだり絶対視聴者さんにやってることも。お前だけにやってるから。玉ねぎちっちゃいな。1個で足りるかな。玉ねぎいっぱい入ってた方がいいですね。小ぶりだよね。そうっすね。 A カップぐらい。あんま言うな。玉ねぎ胸で例えんの。ベタな感じ、すいません。どこがベタや。この家で料理するの久々だわ。そうですか、うん、僕の誕生日の日以来じゃない。そんな1ヶ月ぐらいか。この日何。ああ、ミルフィーユ鍋か。あれ料理じゃない。あれ、あのなんかあんまうまくなくて悔しくてさ。はい、あ、見ました見ました。最強のやつ開発したのから今度壊してあげる、うん、ブログで載っけてましたもんねブログやってないです僕。え、そんなブログで料理の名前紹介しない。腹ペコ、腹ペコ青虫です。えってそれ、その振りじゃないの。昨日あの昼仕事で休憩が遅くて、うん、4時ぐらいだったんですよ、うん、で4時ぐらいにうどん食べたんですよ。20? はい、昼、うん、でそっから10時ぐらいに帰ってきて仕事終わって、で編集してたんですよ自分の、うん、そしたら12時半とかになって、うん、ご飯今からいいやってなって、うん、で今日休憩が1時ぐらいだったんですけど、うん、それまで何も食べなかったです。もっとゲットできなかった。はい、長いわ。なんかもうちょいあと5行ぐらい短くできたと思う。その話、すいません、長面白い話になってしまった。長面なかった。何が起こるのかなと思ったら、ただ何あんま食べてない話だ。腹ペコってことね。はい、今日お昼は吉野家行きました。あれうまかった。なんかちょ、なんだっけ、あの楽屋弁当も吉野家だったんだけど今日。はいはい、ネギ塩豚丼みたい。ネギ塩豚丼か。めっちゃうまかった。食べるんすね肉ビーガンだと思ってる。食べるよ全然。あ、食べる。めちゃくちゃ食べる。あ、待てよ、まあいいか。工程がね頭の中でね、組み立てない。喋りながらよく料理できますね。みんなできるでしょ。あの、まあ、これ動画が先になってるか後になってるか分かんないけどさ、はい、なんか野々宮美香ちゃんっていうさ、はい、まあ、タッチアカデミーにもよく出てくれてるグラビアアイドルの方の家で今度料理配信することになりました。料理すごいね。料理を教えてほしいというか。あ、大島さんに。はい、なんか男性の胃袋をつかめる料理を教えてほしい。あのカメラマンで。あ、俺いいんすか。はい、料理教室なのに、料理教室の先生に料理を教わっていたはずなのに。いや、それいかがわしいやつじゃない。ただ楽しく料理をするという。出会って5秒で合体いや、その言っちゃったじゃん全部。はい、全部言うな。それじゃない。で、あとニンニクね。これ一応僕と福坂もニンニクって書くの忘れてたので、ニンニクは使います。はい、ニンニクっている？料理に絶対いるだろ。お前一番好きだろニンニクが。なんならニンニクはいるよね。ニンニクもスパイスだから。ニンニクカレーってある？あるんじゃない。だからニンニクカレーとかは大体やっぱスパイスカレーには絶対ニンニク入ってるけど、ね、ガーリックカレーってあんまないが見たこと。入ってるのカレーにもそもそも。ガーリックライスとかあるじゃないですか、うん、ガーリックカレーってなんかないっす。うるさいな。ガーリックなんとかって
ガーリックライス以外はあんまりマジでないの。うるさいな。何それ、なんか見つけましたみたいな感じで。ガーリックシュリンプか。あるやつ。ニンニクの2かけ2かけ2かけでいくらなんだろうな。なんかちゃんと値段もね、今回審査基準に入ってる。まあいいや、後で出す。正直言うところの自信はどれくらいあるんですか、マジで。その100% 勝ちますね。単勝オッズで言うと 1.1 です。え、ディープディープです。いや嘘、わかんない。草加の具材的になんかやっぱ味噌を生かしてそうな美味しそうなやつだったから、全然負けはある。じゃあ次ちょっとこれをチンします。あら、なんか包むな。あ、俺ちょっと分かったかも。嘘。うん、まあ多分具材の時点で気づいてる人 いそうだけど、いや本当はこれを白菜でやりたかったのよ。ああ、なるほど、もう分かった分かった、うん、チャーハンか。全然分かってない。味噌焼き飯ね。どういうことや。まあ1人2個ぐらいですかな。ちょっと洗いまして、これをマリラップをかけましょう。味噌ということで、はい、ちょっと和の感じが欲しいので椎茸を入れます。いいね。だしも出ますからね。これを2つぐらい入れますか、はい。ここもね、豚ひき肉にしました。理由は、やっぱ鶏だとね、こうあっさりしすぎちゃうかなと思って。あ、鶏ひき肉ってあるんだ。ありますね。これもバーグでしょ。まあね。なんで入れんだろうな、急に。つなぎとかあるよね。塩はないです。はい。塩がないことあるの。使わないんで、家で。なんで使わないの。まあ、結構ガッツリ入れていきます。こういうのとかめっちゃめんどくさいじゃん。苦じゃないですか今。全く。なんかダメだったら切っていいんですけど、うん、これと胸だったら、だって胸でしょ胸選ぶでしょそりゃな、絶対じゃないですか。すごいな。何がおもろかった今の時間。これと、これ今苦じゃないんですよね。肉全く苦じゃない。でもこれが、これと胸だったらどっちですか。胸だよ。めちゃくちゃエロいじゃないですか。何がおもろいのこれ。なんか2回やってるけど。めちゃくちゃ変態じゃないですか。中学生、中学生笑かそうとしてる学ランのね。玉ねぎ多かったかな。はい、か。え、僕結構好きです。歯ごたえあるタイプの方が。そうだよね、はい、ハンバーグとかだったら本当はもっと炒めてね、あんまり飴色にしてとかでもいいんですけど。あ、まあ、ハンバーグじゃないんだってことは。これで皆さん今頭の中が真っ白になってる。なってないのよ。あれ、キャベツ忘れてん。あ、やべ。ふざけんなよ。めちゃくちゃ怒ってる。塩コショウ持ち入れますか、ね、それは味しないんで結構入れた方がいいですよ、その塩コショウ。いや、するのよ味は。ちょっと醤油入れるわ。いいね。でもそれペットボトルの醤油薄いんで結構入れちゃってください。うるさいって。まあだいぶまとまってきましたんで、はい、ちょっとキャベツを取り出しまして。全然沈んでない。もうちょいかな。ちょっと汚いですね。フライパン使うと思わなかったです。使うやろ。手荒れがやばくてさ。あ、見てもらったら分かる。冬だし。コンソメ2つ、はい、あとこれも巻いていきます。これは巻くだけ。はい。久々に作るな。でもあれか、なんでまだわからない。あんまり牛乳が、ああ、なるほど。
シチューではないよな。お前だけやって分かってないの。全世界で。全世界ってバチカンの人もですか。うるさいな。ギリギリ知ってる国出すの。もうちょっとチンした方が良かったですね。これまだ硬いですね。すごいな。誰譲りなんだろう。だって親は料理下手でしょ。いや、お前と一緒にすんだ。はい。これでも3分クッキングの知識ですね。なんでこれにしようと思ったんですか。なんか味噌を使わないといけないってなって、うん、やっぱありきたりになっちゃうじゃん。味噌ってどうしてもいきたりじゃないのなんだろうと考えて、うん、これになりました。僕が今想像している料理が合ってるとするなら、うん、それに味噌合うんかなって思ってます。なるほど、それが欲しかった。俺も食べたことないから、実際これ試して作ってとかもないから、正直不安ちゃ不安だね実際。よし、 OK。 すげえ。積み割りまして、スープの味付けをしていきます。で、味噌ですね。で、味噌グラムを測らないといけないみたいな。何グラムなんですか。いや、だからいっぱい使った方がいいの。これ100ぐらいいっちゃうか。濃い味付けの方がいいんでしょ、どうせ。うむ、100グラム使います、これで。まあ、97ですけど、このスプーンのこれと合わせ100でしょ、大体。はい、じゃあこれ、まず100グラム入れます。スープに味噌入れんだ。牛乳と味噌って僕嫌ですけどね。いや、でも合うと思うよ。そう、溶けきらないな、これ溶かした方がよかな、ちゃんと。あー、なるほど、ちょっと濃いな。水足すわ、濃くなりすぎて。ちょっと味噌入れすぎて、ここ出てる気がする。まだ濃いでしょ。まだ濃いかな。やべ、味噌入れすぎた。まあでも大丈夫、うん、修正は効く。修正全然。水出していいだけ。うん、いや、悪くないな。一回これでいくか。で、入れていきます。何ができんだ。いや、わかるだろ、もう大体。熱っ。ホイル焼きみたいなやつか。ホイルないやん。ホイル知らない。一旦炒めてみたいなことですか。炒めてだから。ちょっときついわこれ。何が。え、腹減りすぎて。うん、銭湯。どれぐらいにいるんですか。10分ぐらいかな。煮込みますんで、しばしお待ちを。はい、ということで完成いたしましたと思います。いたしましたと思います。いきます。開けます。まあ、今から開ける。はい、はい、いいですか。ちょっと待ってください。いきます。はい、ドン。うわ、じゃあめっちゃいい匂いしてるよ。味はね、うん、ちょっと濃いめにしてるんで。ありがとうございます。どうですか。でも綺麗に巻けてる。はい、ほら、めっちゃうまい。大きいね。で、最後これちょっと今あれですけど、後で食べるチーズをかけて、はい、汁をファーチでって感じでいこうと思います。とりあえず一旦こんな感じで完成ですか。はい、完成です。続いてバトンタッチですね。はい、ちょっと、はい、あかねえ。はい、オッケー。いや、僕カメラマンなんですよ。はい、そのずっと料理を映してるんですよ。はい、あれ腹減ってんすよ。はい、地獄ですわ。どんだけ頑丈なんだよ。我慢できないの。やべえ、すごい、まんじゅう食おうとしてる。我慢できない。なんでまんじゅう食うの。え、我慢しようって。
はい、今もうできてるから、もうあと福坂作ったら飯で20分ぐらいで終わると思います。するんかい、食えよ。なんなんそれ、我慢するっていう。何結局しまおう。何あとそのおまんじゅう。すごい。いやそんなに出しとくない。はい、どうすんねんそれ、出したものにして。すごい、なんか行きましょう。あれなんかスピーディーに作ろうとしてる。高校のちょっとマナーとして。どうでした、待ってる間かかってるなと思いました。その間まあいろんな作業を終わらせて、はい、全然そんな時間感覚はないですね。ちょっと味噌の量をね先に測ってみて、はい、これで50ぐらい。今回自分はこのタニタ、タニタの味噌こっちでいきます、はい。大島さんどっち使ったの。大島さんカレー味噌使ってました。そんなのがあった。でこの味噌使ってほしい。カレー味噌使ったら減らないじゃん。まあちょっとここから増える可能性もありますっていうぐらいで、はい、てさあ早速やっていきましょう。まず洗うもの全部洗って、うん、はい、前半の時は本当にまだお腹の減り具合は余裕があったんですけど、うん、結構限界なんで、はい、こんなこと言っちゃダメなんですけど、はい、あの勝負捨てて早く作ってください。で一味でこういうのがあるね、料理対決で。なんか見たことのない何かが出てるっていう。いやそれ淡路さんなんですよ、うん、今回自分が使うのは鮭。鮭、メイン食材は鮭でございます。メイン食材は鮭です。もやしって洗った方がいいんですね。もやしも全部、食材は全部洗った方がいいですよ。刃物とかも特に洗ってくださいし。結構お手軽に作れるもんですか。お手軽だと思います。やっちゃった。はい、いきなりやった。どうしますか。バターを使う予定だったんですけど、ごま油を入れてしまいました。大ミスです。風味がぶつかります。このままでちょっと大事です。風味がぶつかりますね。そのせめてシンプルな油にしなかったんです。やってしまいました。出だしから最悪です。これがうまくいくかどうか。このフライパンがくっつくんですよね。バターが一番うまいからな。バターが、バター好きですか。大好きです。バター醤油ご飯とか好きです。ご飯バター醤油はうまいよね、うん。おぉちょっと危ない、これ危ない危ないです。大島です。これでちょっと手やっちゃおう。あ、作戦です、はい。危ない、そんなの引っかかるわけないぞ。くっつく、くっついた、くっついきました。しっかり皮が剥がれましたね。そこにバター入れました。はい、いいね。どうします。ここに入れます。鮭大丈夫ですか。怖いですね、鮭は。マジで。一応めっちゃ弱火にはしてるんですけど。パプリカって何？何のために入れるんですか。ピーマンに比べてさ、この肉厚というかさ、はいはいはい、結構食感が多分生きるというか感じなんで、な火の通し具合も他より弱めにして。うまそう。これが謎なんだよな。え、舞茸、舞茸臭み消し、舞茸ぶち込み、ぶち込みだ。舞茸はね、すごいポロ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 さ取れるから、皆さんおすすめです。こうやって簡単なんで。やばい、思った以上に量が多いわ。パプリカは何か入れるんですか。パプリカはね、まあ基本生でもいけるから、問題はこの調味料たちを合わせていきたいんですけど、
あ、やば、切れちゃった。ここから抜いた数でいいか。だからこれ106ですね。で、お酒を1次残す、1、3と結構入れてる。入れすぎた。また味噌足してる。しかも味噌測るの大変だね。そうっすね。108プラス14 122g 味噌結構溶けないね。沈んできた野菜が。沈んできてるけど思いのほかもっと減るかなと思った。でここにじゃあこれを、はい、入れていきます。塩コショウで。どうですか。ちょっと味見。ああ、はい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 、思ったよりまとまってる。いい流れ、うん、だ、やべえ、腹減った。喋れないもん。終わりです。え、ちょっとね、ニンニクと玉ねぎをね、入れ忘れたんだけど。ニンニクと玉ねぎ入れ忘れてます。入れ忘れたんだけど帰って良かった可能性はあります。これ、あ、それがいい方向に、うん、じゃあ終わりです。完成ですか。はい、採点いきましょう。 いざ実食です。はい、採点お願いします。まあ、僕の料理は、ロールキャベツ味噌ミルク仕立て。ちょっとおしゃれな名前で。はい、ありがとうございます。まあ自分の料理は鮭のちゃんちゃん焼き。出たです。ちゃんちゃん焼きね。そうだそうだ。マジでやばい、腹減りすぎて。どうぞ。どれだけ腹減ってるかっていうのをちょっと語っていいですか。いいですいいです。あなたが一番辛いでしょ。あ、その場合。いいですか、じゃあ。はい、いや、ちょっと味の濃さがね。そうですよね、マジで心配。味噌と食べ方が、うん、本当にこう。おー、でっか。チーズがでっか。すごい、ご飯に飲んで。よちよちで。マジで。じゃあすいません、大島さんの米にのっけ。ミルクステーキなんとかいただきます。ステーキじゃないです。はい。あ、いった。おー、すげえ。いや、美味しそうだな。米との相性が結構大きく、スープがね、結構うまいと思う。できる限り顔に出さないようにしてくれてる。そっか、そっか、なるほどね。リアクションをここまで取らないようにしてるのか。いや、そんなめっちゃ食う。そう、めちゃくちゃすごい。めっちゃ言ってるけど。はいはい、オッケー。はい、続きまして福沢さんのちゃんちゃんこ。ちゃんちゃんこじゃないです、焼きね。いや、うまそうなんだよな、普通に。鮭がね、埋まってるんですよね。そうですね。いや、ほんとね、まるまるちゃんとね、形を残してあげたかったんですけど。うまそう。柔らかい。いただきます。いい感じに一箸にまとめて。まあ、ここに入った書き込みで大体ね。うまそうなの。これ酒に合いそうだな。ちゃんちゃん、ちゃんちゃん焼きってどこの料理なんだろう。北海道。北海道なんだ。地元の味、お袋の味みたいな感じ。でも家でちゃんちゃん焼きやった覚えはそんなにないですよね。
やっぱ鮭なんだね、北海道って、ね、鮭なんかこれ野菜いいね、こんだけね、いろんな野菜食えるなんか俺、しめじとか入ってるイメージなんだけど、あー、え、でもそこをじゃあちょっと舞茸にしてもらえる、なるほど、うん、いやー、こりゃすっごいわ香りがうんうんうん、いい味、ちょっと甘くて、これカニタ使ったんでしょ、俺もう一個の使ったの、うーん、むずいね、まず先行、大島さんの、はい、ロールキャベツ味噌ミルク仕立てね、点数は何点でしょうか。8点。おお、いいね、高得点。まあ単純に自分のこの腹の好き具合っていうのもあったんですけど、でもロールキャベツ大好きっていうのもあって、うん、あ、そうなんだ、それ知らんかった。もう正直ほぼ10なんですよ、うん、10でええやん、うん、でもやっぱりその味噌、なるほどね、っていうので味噌感がなんか味で心配したじゃないですか、うん、だから味噌感あんまないなっていう、あー、なるほど、そうか、そうそう、味噌っていうとこです、まあまあまあ、なるほど、味はすごい染みついてるけど、歯ごたえある玉ねぎとかも好きで、ありがとうございます。久坂さんの鮭のちゃんちゃん焼きは7.5、7.5 はどうなったんだこれ、理由は、いや、めっちゃ味噌の味するんですよね、うん、はいはい、確かに、でこの企画に一番沿った味というか、なるほど、うん、すごいこう食べた瞬間味噌、うん、なんか味噌ラーメンの上の具食べてる、はい、なるほどなるほど、はい、表現は良くないけどでも課題点的に考えて、はいはいはい、結構そこでのプラスがあったっていうね、なるほどな、で鮭と味噌も思ったより合うっていう、うん、ですけど、そうね、あの比べたんですよ、自分が腹減ってる時に、はい今日のご飯これねって言った出された時にどっちにがっつくかっていうので、うん、僕は大島さんの方を高くしてしまったんだけど、第1回味噌減らし対決、勝者草さん、おめでとうございます、まさかの勝利、初勝利、素晴らしい、美味しかった、ちゃんちゃん味噌減らしでしょいやそうか、やっぱ味噌つく、味噌の量マジ大事じゃん、味噌の量が響いてくる、味噌の量だけ味噌で勝った、だって 薄いって感じかな、大島さんの味が薄かった、僕の舌には、嘘、あれでもめっちゃ濃く、めっちゃ濃く心配し、濃いの心配したのに、いつもその通常ならケチャップとかロールキャベツ、なるほどね、だからその味に慣れてるのか、ケチャップでいくよ、ロールキャベツ、ちょっと文化が違うな、生活系でいく調味料をかけてなんロールキャベツにじゃないですか、マヨネーズとちょっと文化判断力とかいろいろおかしくなってるかもしれないあれ、いや普通にそのうまって思ったんですよ、大島さんのこれや、あ、無理だと思っていやでもうまかったよ、福坂の、いや俺これが俺味薄いって言われたのが衝撃すぎて、その素材の味がもうあ、確かにな、そうだね、大島さんの勝ちですよ、基本的には、うん、いや、福坂の勝ちです、これだけど、今回の味噌減らしのぐらいし、ああ乗っ取っちゃうと、そうそう、よく味噌使ってないですよね、いや、つく味するよね、味噌の味、いや、スープ飲んだら、あがっつり味します、うん、あ、これ中にはやっぱ時間が足りなかったな、うまいわ、うん、食べていい、いや、よく120に使ったな、俺100でも入れすぎたと思って正直、だから水足したの急遽、うん、濃くなりすぎて、
菜が多かったから、ね、なるほど。それで、あ、しかもあれちゃう、タリタ減塩味噌じゃなかった。そうです、それだ。あ、はい、そこもちょっと考え出した。なるほど、欲が深いわ、味噌減らし。もう自分考えたって、はい、第2回はもう決まってんの、はい、はい、味噌汁対決でお会いしましょう。いやいやいや、もうええって。どうやってつくねんさ、勝負がなくせよ、一人で味噌差が出んて、味噌汁は。でもよかったです、新たな味噌の境地、自分的にはたどり着けたかなと。ありがとうございました。